この強いシュートを打つ癖をつける。メッシはなんかすごい強い。下がりながら打つコントロールシュートとニアの上。今は40試合ぐらいやってレートは180とかです。今作のやってみてオンラインとオフラインのやっぱ差が結構すごいなって感じました。スパキャンとかあとキックフェイントが全然入らなくてシュートまでいかないなっていうのが、今レートが750くらいで勝率はあんまり勝ってなくて58とかで、感想がセンターフォワードの選手に出した時にダイレクトのシュートが入りづらいなっていう印象があったんで、そこがちょっと難しいなって感じました。まあオンディビの方は、まあ、一応試合数60試合ぐらいやって勝率9割ぐらいで1000にはどうもしました。余裕ですいやでも今作は本当に苦労して、苦労したんすか、苦労してるあ、してる。その勝ってる試合とかでもなかなか気持ちよさがないっていうか、こう、うまくやれて勝ててる感じがしないというか、どうしようもないミスを結構してる。パスズレであったり、アメリカさんもしてるんですね。してる。多分結構苦労してると思う、みんな。みんな結構みんな他の YouTuber の方も結構苦労してる。苦労してる。今までの作品との違いがありすぎて、久々にこう腕がガラッと変わった作品なのかなっていう。まあ自分が1000にしたの時に、まあ、平均得点 4.7 とか 4.8 だったんで、2人平均得点、平均得点、得点は2とか3だと思います。そこまで取ってはないです。1と2いってます。3はいってないです。今作ってこう結構後ろの方でごちゃごちゃごちゃってなって点取られちゃうことがある、あります、ね、あるから2点か3点は取れるようになりたいから、シュートの打ち方、今作こういうシュートが入りやすいんじゃないかっていう自分の中で、まあ、ちょっと見つけたものがあるんで、まあ、それを2人に教えていきたいかなと思います、はい、けど2人とも結構試合数やってるってことはニアに蹴るよね。まあニアには、まあ、ニアにはしてますね。ニアも2つぐらいシュートのタクがあって、おお、はいはいはい、結構バタバタってこれ今敵がいない状態で蹴るんだけど、はい、このニアもこの敵がいない状態、結構この辺でバタバタってパスもらった時に、あ、このこんぐらいのゲージで蹴っちゃう人とかもいる。あ、こうパニックになっちゃってるじゃないか、こう慌ててる中でこの試合の流れの中でこうテンポよくパスを回してる時に軽く蹴っちゃう、はい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 、今のはニア抜けたけど、あれよりさらに高いところを詰めていくというか、はい、高めのところを狙う、そういう意識した方がいいかもしれない、2人とも、はい、なるほど。どのシュートでも今作はゲージは強めで蹴った方がいいと思う、はいはいはい、こういうシーンでも軽く蹴っちゃうとキーパーの、このゲームのキーパーの反応が腰あたりからしたらすごい強い。ああ、ニアでも、ニアでも反応されちゃうことがある。今みたいな外し方を最初はしてもいいかもしれない。あ、はい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 、対人戦の中で。なるほどなるほど。まず癖をつける。この強いシュートを打つ癖をつける。上に蹴れるように。はい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 。俺も試合中に今みたいにポストにぶつけられた写真結構あるまだ。あなたがさっき言ったその横からの来たボールをダイレで蹴ると流れちゃうっていうやつ。あ、はい。2019の感覚でこれに蹴ると氷が多いってことだよね。そういうことです。この作それはすごい自分も感じた。あ、そうなんですで、それの、まあ、対処法じゃないけど本当に1個冷静になる、1個冷静になって止めてから蹴る、トラップを挟む、トラップを1個挟む、はい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 、で余裕がない時、どうしてもトラップできないよっていう状況がある、はい、その時は、はいはい、ファーに蹴らない、横から来たシュートを、あー、なるほどなるほど、横から来たシュートをもう真ん中ぐらいに蹴るイメージ、はい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 、逆サイドのファーを狙うんじゃなくて横から来たボールをゴールの真ん中に打つ、なるほど、はいはいはい、そうすると結構しっかり入ってくれる。あとはこの選手限定になってきちゃうんだけど、このメッシ、はい、メッシはもうどんどん根下を蹴ってほしい。あ、そうなんですね。どんどん根下を蹴ってほしい。今作あんまニアのシュートが強いから、そうですね、根下を蹴る人がいないんだけど、そのメッシで打つコントロールシュートもゲージは強め、あ、強め、強め、このスアレスとかで蹴るシュートも、そう、コントロールシュートで蹴るときもゲージは常に溜めて蹴った方がいい、はいはいはい、はい、軽く蹴るよりは。それはもうシュートを打つとき、どの場面でも
意識してほしい。このシーンもここで蹴っ持ったらこの位置でもこういうコンカでいい。なるほど。体勢がきつくてもはい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 、メッシとかだと入る。入るですね。今ちょっとびっくりしました。この下がりながら蹴るコンカがメッシはなんかすごい強い。すごいっすねびっくりしました。シュート精度がめちゃくちゃ高い選手。この下がりながらこういうコンカを打つ。今のモーションもう2人ともなんとなく分かったじゃん。あの、はいはいはい、分かりました。腰が返ってるじゃないけど、はい、分かります分かります。このコンカがこのメッシとかサーレスクラスだとこれで入る。うわすごいっすねこれがついていけない。守備してるといきなり対人戦とかで、はいはいはい、いやこれ厳しいよね。絶対いやいや何下がってるんだよって思って、何下がってるんだよから入っちゃうと、うわすごい、え何それっていう。乗りますね。こういうセルジロブレットとかでやっちゃってもまあこんぐらいが限界。もう入らない、まず入らない。はい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 。これマイクラブとかやってる人だと、はい、もうほんとメッシみたいなシュート精度の人が結構多いから、ああ、はいはい、なるほど。全員前線の選手全員でこういうことができちゃううわきついな。これもう守備できない厳しいですね。厳しい。この下がりながらのこういうコンカが入れられちゃうと本当にどうしようもない。すご、相手が知らない角度のシュートが打てるっていうのはこう対人戦で、まあ、得点が取れるポイントになるから。そうですね。2人とも覚えてほしい。入るシュートが分かると面白い。すごい。これもメッシとかだとできる。めちゃくちゃおしゃれですね。今のループとかです。ループ、ただのループ。ただのループなんですか。この辺からでもこうやって蹴れる。うわで、こういうのを見せると今度は相手がそれをケアしに来てる。なるほど。あ、そんなの蹴ってくるんだっていう。はい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 。1本目とかで狙ってそれが入っちゃうと本当にその試合ずっと有利に運べる。なるほど。これはまあ知ってたらいいなぐらいのシュートで、おしゃれポイントが高い。おおしゃれポイントが高いだけで実際の多分大会とかで見ることは少ないと思う。これはそんなに練習しなくていいと思う。実用性はねそんなに高くない。ほんとたまに使うくらい。たまに。ほんとこの辺でやることないなってなっちゃった時にこういうのもできるんだぞっていうぐらい。なるほど。はい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 。これ失敗したら相手ボールになっちゃうからだったらもうこの辺から上げてシュート打っちゃった方がいい。こう使いどころとしては中のパスコースだけにカーソルを合わせて守備をする人って結構いると思う、はい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 、俺もそれやることがある。そういうプレイヤーに対して寄せてこないんだったら蹴れるかもよっていうこういうのが。おお、なるほど。っていう3つ、まあこれはまあ番外編ぐらいの感じで、さっきの下がりながら打つコントロールシュートとニアの上、はい、まあ、ニアの上じゃなくてもシュートは強めに打つっていうのが、はい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 、まあ、自分が今の段階で見つけてある、まあ、シュートの大事なポイントなのかなっていう感じです。はい、あれ2人は今なんかレートが650とかと750ぐらいですね。やっぱ勝てない、うまい、やっててなんかみんな実力差がないなって思います。あ、感じる、はい、そういう風に。まあ、本当2人ともこうやってオフラインでやることが増えてるから、はい、とオンラインやりにくくない。やりにくくおっとおっとあ、面白いループ入れてきたぞ。当たってるよね、ウンティティに。根下にはしたんですけど、多分ループになったんですね。当たってないかな、ウンティティに。見えない。ちょうどカメラワーク。まあ、こういうこぼれ球が、まあ、こぼれ球がってことですよね。なんかループの時のシュートに対するその相手ディフェンダーの反応がもう悪いから、この攻めてる側の選手しか反応してない。そうなってますね。なってるから今みたいに。だからループシュートっていうのは結構どの位置からでも、あのさっきみたいなあんなお遊びループみたいなのじゃなくて結構どの位置からでもループシュートっていうのは積極的に狙ってみてもいいかもしれない。おっ、あー、ミスった。今でもちょっと今角度的にはエロートチャンスがダブルタッチが出ちゃいました。ニアズゾーンも見たい。ニアズゾーンちょっと、おっ、
今みたいなところをゲージを貯めて打つ癖。ああ、はいはいはい、確変のところ 今のはね多分ね入るかもしれない。ゲージが貯まればしっかりで、どうしてもやって集金した後とか中にゴール入れた時ってバタバタバタってなって四角ちょんと押しちゃうんだけど、そこをシュートを貯めて打てる技術、なるほど、すごい大事な技術だと思う。お、ほらニアのチャンス。ああ運べそうだったな今なかなかチャンスが作れないゲームになってるから、こういうところで1個運んでから蹴れるようになると、なるほど、今のももしかしたら入ったかもしれない。今のもゲージが強いと上の方に飛んでって入る可能性があったかもしれない。いや、この時の650とか700っていうのはやっぱ毎年通り900とか800ぐらいまでは行きそうだね。2人とも行きますかね。行くと思う。今のもちょっと違うんだよな、まあ、ちょっと違うけどまあ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 、でもシュートレンジが広いのはいいね。やっぱり今年もメッシは強い。今年も強いね。1、2番で強いと思う。メッシがやっぱりそうなんですね。メッシとロナウドは、まあ、メッシ、ロナウド、ムバッペの3人が個人的には後世のやっぱそうです。うん、全然3人はちょっと動きの質が違うかなっていう。いや、うまいなぁ、今回の打ち方がスアレスだったね。そうですね、スアレスでよくそんな細かいとこ持ってたね今しっかり。多分読まれてるなと思って一回こっちやる一回縦行ってから、はい、サクッと3対0、はい、また格が点取れなかったあるだから取れないっすもうシュートまでいかないっす。シュートまでいけないね、やっぱね。これはコンカ打ったし、当たっちゃったけど、はい、そしたらもうこういうのが起こるから、起こるってことなんですね。やっぱシュートは打たないと、やっぱ数打たない。この対人戦オンラインでやってる時も、はい、やっぱ上手い、その勝ってるプレイヤーの人たちがなんでシュートとかどんどん上手くなっていくのかっていうと、やっぱシュートを打つ場面がすごい多い、上手い人って、はいはい、試合の中で攻めてる回数が多いからいっぱい練習できてる。なるほど。試合中にそのシュートを、はいはい、それが多分上手い人たちがどんどんシュートが上手くなってくる。決まり方が分かってくる。決まり方がどんどん分かってくる。なるほど。ここもね、ここもすごい惜しかった。これは弱くなった。これ多分結構みんな、俺もやるぐらいだから、このミスって。これはもう本当にもうくどいくらい意識するしかない。こうパーに蹴ってるね、シュート。ちょっと癖がこれなんで、これなんでファーに蹴ったこれワントラップしてニア、ニアめちゃくちゃ、ニアめっちゃ空いてるニアめっちゃ空いてるのにだからそこも今日覚えたじゃん、今日覚えたから次からあそこを一個トラップして我慢してニアに蹴れるようになると、ああ、で1点取れるようになる、あるだから。でそうするともっとどんどん突っ込んできてくれるかもしれないから、ああもっと確実にシュートのチャンスができる。シュート今日覚えたから、はい、まあこれからどんどん2人ともレート伸ばしていかなきゃいけないから、まあオンラインマッチも増える。そしたらああいうシュートを意識して蹴ってみる。はい、分かりました。蹴ることでこう口でさ、こう練習とかで見せられてゲージこれぐらいですって言われてもいまいち溜め方とかわからないから、はいはい、もう自分でどんどん蹴ってみる、実際に試合の中で。はい、わかりました。